1分でわかるダルセル栗橋プロスピエースダルビッシュセレクション2022でオリックス枠にて登場した栗橋茂選手、ファンキーズの独断と偏見と願望を込めた能力予想はこちら。そんな和製ヘラクレスとの異名を持った栗橋選手の経歴とファンキーな逸話の数々をご紹介。1973年ドラフト1位で近鉄に入団、1974年から1989年まで16年間活躍された近鉄バファローズのレジェンドです。打率3割3回、最高出塁率1回、ベストナイン1回、高校の学費をバイトで払ったり、飲み屋からグラウンドへ直行したり、扇監督にグラブ叩きつけてブチギレたり、棍棒で武装した漁師がグラウンドへ乗り込んできたり、とにかく超ファンキー。もっと知りたくなった方はコメント欄から本編へ。レッツファンキー。